どうも、金星有宗です。お久しぶりです。皆さん、今日はですね、相方西田の家に来ました。ちょっと早速呼びますね。こういうのはもう時間の問題ですか？いい家ですよ、なかなかいい家住んでますよ、若手のくせに。はい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 、あ、どうもどうも。どうも、西田ですよ。金星西田です、おはようございます。ちょっといい家に住みすぎじゃない？ちょっといや、ちょっとね、でも引っ越したんで。引っ越したらしいっす。引っ越した早々、うん、YouTube で自宅に来るという。今日はですね、なんと浅香山部屋がね、元海王さんの浅香山部屋がですね、新築でね、もう新しい部屋が建ったんですよ。あー、はい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 。前建設中だった。前相撲を回った動画見てくれたら分かると思いますが、建設中のとこがあったんですね。そうなんですよ、はい、なんで今日はね、その、うん、新築祝いということで、ね、なるほど、僕プレゼントで、ね、買ってきましたんでね、これを親方に渡すというミッションを。なるほど、今日は大丈夫、いきなり行って大丈夫です、はい、やっていきましょう。皆さん、いたずら来てくださいね、どんどん。いえいえ、めでたいですからね、やっぱね。でね、やっぱプレゼント難しかったのがね、なんていうの、親方もむちゃくちゃいろいろもらってると思うんだよ、新築用。あー、なるほどね。だからね、ちょっと西田、大丈夫、こじんまりとしてるけど、割と。いや、大丈夫、大丈夫、マジで大丈夫、西田ならではのプレゼントによっては親方、大目玉食らうのがあるよ、これ、うん、大丈夫、いける。ちょっと雨降ってた。いや、雨降ってるよ。まあ、雨降ってる。まあでも、海王さんってね、あんまりね、なんかメディアで喋ってるイメージないのよ。だからちょっと、なんかどこまで引っ張り出せるかですね、私たちは。なるほどね。そこはやっぱりその技量が試されるわけよ。試されるよ、だって、うん、で、ぐいぐい行けよ、ちょっと。ぐいぐい俺が、うん、さあ、浅香山部屋に到着いたしました。こちらですね。近っ。はい、近っ。嘘。徒歩10秒ぐらいですね。はい、近っ。待っておりますんで、ちょっと。マジかよ。突撃で行ってみましょうか、今日は。え、大丈夫？ご近所ですから大丈夫です。あ、なるほどね。新しいでしょ、はい、新しい。怖い。これ親方の自宅、それがね、部屋、自宅構成、自宅。緊張するな。どうも。あ、どうも、すいません、金星です。どうも。あ、ありがとうございます。ご近所ですか？ちょっと金星できる。なんか、あ、おめでとうございます。おめでとうございます。うわ、すいません、ちょっと貸させていただきます。あ、どうぞどうぞ。すいません、すいません、うわ、我々の、すいません、どうぞ。わかった、始めました、金星、金星、すいません、すいません、よろしくお願いします。なかなか、すごい、うわ、見て、すごい。これ本物のサイズってか、本物ってことですか？こっちが？こっちがこっちはね、ノー型にあるやつ。ちょっとちっちゃいですけど。すごいですね、でもこれ。わ、こっちは本物です。国技館に飾ってあるやつが外されて、はい、まあ、ここにある状態です。これはもう部屋作ったら置こうと思ったんですか、ずっと。まああんまり考えてなかったんですけど、周りの人は飾った方がいいんじゃないかっていうことなので、はい、そうです。じゃあちょっと、はあ、でかいからなかなかその飾る場所っていうのは限られてくるから。そうですね、すごいですね。いや、すげえ、ちょっと新しいですね、はい、やっぱり。そうそう、ちょっと。シーサー、シーサーは。ああ。まあね、こんなあんま乗っちゃいけないんですけどね。これは、まあ、なんか守り神みたいな感じもらったんで。へえ。そうなんです。なるほど、ちょっと。じゃあ、いろいろ、ちょっと、お邪魔します。はい、すいません。どうぞ。失礼します、すいません。失礼します、失礼します。綺麗、綺麗ですね。ここでも普段稽古されてると皆さん。そうですね、もう今はちょっとみんなもう出かけちゃったんで。あ、もう大阪の方に行かれて。あ、そうなんですね。もうちょっと何もないですけど。じゃあ僕たちが今日からここは守りますんで。あ、ありがとうございます。親方も大阪行かれた時はもう僕ら留守番してください。
結構いいですね。不用事になるからですね。本当そうですよ、もう。でですね、ちょっと新築祝いとしまして、はい、もうたくさん、もう親方たくさんもらってると思ったんで、ちょっと僕たちからちょっと何？僕からですね、ちょっと個人的にプレゼントをですね、ちょっと、開けていただいたら、本当ですか？はい、もう高価なものたくさんもらってると思います。いえいえ、どうやったらいいの？あ、すみません。はい、もう適当でもうぐちゃぐちゃでいいんで。古いタイプのリボンで。はい、そう。町のね、時計屋さんね。ストップウォッチなんですけれども、親方審判部ね、はいはい、入られてるじゃないですか。で親方って、ね、握力がねむちゃくちゃ強いんですよ。ああ、なるほど。だからその時計係の時はストップウォッチってあれ持たれてますよ。持ちますよね、はい、それでやっぱね握力強いからね、いいやつじゃないとダメだなと思って。なるほど。時計屋でわざわざストップウォッチ、時計屋で買ってきたんで。へえ、本当ですか。はい、でもきっちり時間も正確に合わせてもらったんで、ありがとうございます、はい、ちょっとこれはじゃあ審判に。本当ですか。持っていかないかな。いや、これ同じ、はい、同じようなやつですよ、これ。まさか、やっぱ同じじゃないかな、はい、こんな感じのやつなんで。じゃあちょっと、もしかしたら親方が時計係されてる時は注目したら、そうですね、これ使ってる可能性もあると、はい、わあ、これはありがたいですね。ありがたいですね、時間も全部合ってるし。わあ、やった、いけるか。すいません、ありがとうございます。いやいや、もうこちらもありがとうございます。すいません。これはまさか。そんな喜んでないんだけど、大丈夫ですよ。いや、そんなことないですよ。いや、もうそれは喜んでくださってる。喜んでくださってる、はい、ちょっと、はい、なんか中とかってさすがに、まあ、ここら辺は全然大丈夫ですよ。まあ、そんな何もあれですけど、僕ちょっとこの土俵上のここはサウンドが出てるんですよ。え、ここってこの下は土、え、この下セメントに土を入れてるってことですか。あ、まあ、一番下ですね、はい、でその上に砂利を、はい、引いて、はい、で、その上にこの土を、あ、砂利引いてですね、水が抜けるように、はい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 、水が抜けるように、水がやっぱりこう、まあ、巻くんで、はい、それだけやられたら怪我したりするんですね。時々なんか、たわらない部屋ありますよね。まあ、サラダ用というんですけど、はい、結構そういうふうに倒れだと、はい、まあ、こけた時なんかに、あ、まあ、怪我するという引っかかってすか。なるほど、なるほど、そうなんですよ。っていうのもあって、こっちも多分、ね、次土壌を作り直す時には、はい、倒れだとなくなって、あ、そうなんですね、はい、じゃちょっと貴重な。え、どんぐらいのペースでこの作り直したりとかってするんですか。いやー、部屋によっても違うけど、まあ半年に1回とかぐらいですかね。え、まあ年次第ですね。いや、これが、いや、なかなか部屋に入れることはない。いや、そうなんですよ。こんなね、YouTube でね、こんな密着させてもらえることないんで、ちょっと本当奇跡ですね、マジで。ありがとうございます。すごいね。もっとね、みんながこう稽古とか出る時だったら、ね、はい、また雰囲気も違うんですよね。やっぱり力士がいなくなるとちょっとこう、なんか寂しい感じがしますからね。すごいな。ちょっと本当に近所に引っ越しましたね。はい、今後とも遊びに行くと。もう全然大丈夫です。あ、本当ですか。すいません。まあちょっと次は4月頃になると思います。はい、あ、わかりました。大丈夫ですよ。若手なんでちょっとフラッとご飯昼間に。ああ、はい。まさに来てくださいね。本当は、これは本当ですか。いいんですか。フラット昼、まあ時間、はい、まあ、だっていつも何時かな、12時前後だと思うんですけど、はい、お世話では12時半とかなる時もあるんですけど、はい、じゃあ稽古見学してそのまま、はい、ちょっと、わ、家も近いし、ああ、やめた。ちょっと稽古見学中ちょっとしんどくなったら一回家帰って、ね、しんどくなる。見学中にしんどくなるんだよ、お前。うわ、ありがとうございます、すいません。いえいえ、とんでもないです。すいません、すいません。
じゃあちょっと本当に今日はありがとうございました。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 ぜひ使ってください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、いやーすごかったわ。優しい。いや、そう。親方がはちゃめちゃに優しい。俺あんなイメージなかったからね。カメラ止まってる時に結構いい話。いや、本当だよ。なんでカメラ止まってから15分ぐらいいい立ち話。めちゃくちゃ有意義。なんかね、なんでこんな硬いんですかって言ったら、土俵硬い方が怪我しにくい。低いとか。なんか、ね、柔らかいと足首持っていかれたりとかするとかね。あと親方履いてるズボンちょっと長めだってしょ、ね、ちょっと引きこずる感じがありましたけどね。そうやっぱね。それがちょっと気になりましたけど。本当にありますし。まあ今後ですね、ちょっと親方含め、はい、浅香山部屋をね、皆さんでね、ちょっと、はい、お昼も来ていいって言ってましたか。はい、応援、ガンガン応援していきましょう。はい、ぜひ金星チャンネルは浅香山部屋を応援します。逆に応援される立場。